観察するおっさんの物語、電車に乗ってくる子たちバレずに見ています。でもおっさんだから少女とも恋できない、それ考えたら死にたくなるけれど、会いたかった美少女見つけ心満たされた。見とれているうちに満員電車からレールに落ちた。お話は絶え間かったい少女病。チャンネル登録してくりょー。